ウンド取る、このリバウンド取りたいですよね、そうですね、としては。あ、そして谷口が決めました。速いステップ、谷口の速いモーションのスリーポイント決まる。谷口のスリーポイント決まります。気を持っています、アルバルク東京。ここは谷口、滋賀のオフェンス、パスをつなぎながらインサイド切り込んで、さあまたこれでじわりじわりと中に入っていくか、はいはい、そうですね、これミスマッチになったところ、はい、で東海大出身あるいは在籍の選手が9人いるという布陣です。ここは外から決めてきました谷口、そして自ら走って、谷口ここもスリーポイントを打ってきた。ようやくベンチも盛り上がってきました。